第8位、トルコ大地震の前に現れた UFO。これはリタラシーチェック案件、リタラシーチェックを実施いたします。はい、レイテスト UFO サイティングスからピックアップした話題です。2023年2月に発生したトルコシリア大地震の当日、何時間か前にマラケシュで撮影された UFO の映像ということですね。で、まあ、TikTok で拡散している映像に映っている UFO は、 現象として地震と何らかの関連性があるのか、地震雲みたいな。ということで、まあ、そういうことでこうリンクして話をしているんですけども、ここでリテラシーチェックをスタートいたします。え今、僕、お話を、えー、進めていきますので、えー、この解説を聞きながらチャット欄のアンケートに回答してください。選択肢は4つ。1、本物だ。2、偽物だ。3、本物と信じたい。4、わからない。3番が一番いいかな。まあいいや。はい、地震行とか。 地震雲地震雲っていうのもありますよね。で最近は UFO も災害のインディケーターとして機能してるんじゃないのなんていう説も漏れ聞こえてくるのが事実。 で問題のビデオが撮影されたのは地震がこれね発生する何時間か前だったそうです何時間前かっていうのは分からない数時間前なのかあるいは10時間以上前なのかっていうのは明らかにはなってないんだけども目撃談によれば地震のさなかも空を飛んでいて直後に揺れがガッと収まったらば姿を消したというんですね で、この UFO と地震を直接的な形で結びつけるっていう仮説ってなかなか珍しいんですよ。思っていてもなかなか言わなかったって感じ。まあ、地殻変動によって生じた電磁気の乱れ。いろいろあるんですね。地磁気とかなんとかっていうのがで。空中とのあれもこうちょっとスパークしたりして。が UFO を、UFO を呼び寄せてるんじゃないのっていうとこまで踏み込んでいっ,っちゃう人もいる。で、地殻の中の岩盤層がぶつかり合って不協和音的。 な地磁気普段では起きないタイプ普段では生じないタイプの地磁気や電磁気、えー、の乱れっていうのを生じさせるっていうのがこれ地震とは全く関係ないあの話になっちゃうからしれないんですけども UFO が大きなイベントに現れるっていうケースはまあ故エリザベス女王在位70周年あ,のありますよねジブリとか。 チャールズ王の戴冠式にもイギリス空軍が UFO らしき物体の出現というのをこれを確認しております。で UFO のホットスポットと呼ばれる地点ではイギリスであってもアメリカであっても核ミサイルを格納している基地や原子力発電所で海の上では原子力潜水艦の航行会議で目撃されるっていうのが多いんだそうです。でもこれはもう統計的な傾向になっている。 ただ今回のケースでは、いわゆるエイリアンが何らかの形で関与しているのではないかっていうようなことも言われてるんですよね。まあ、そういう推測ってしがちだな、確かに。というふうに思います。で、UFO が出現したタイミングと消えたタイミング、これは時間の地震枠とあまりにもシンクロしているっていうのが第一の理由。合わせて繋げたがって考えたがる人は。で、地震に関与したのか、あるいは、 少なくとも被害地域一体の状態をモニターしていたのかとかいろんな推論いろんな見立てが錯綜、えー、しております。でこれが本当だとしたらこれ目的っていうのは何なのかなっていうこと、まあ見る人は見るだろうけども目的は何なのかってことありますよね。あので悲劇的なな事件といいうう意味合いで言うならばの時にも 911テロリストにハイジャックされた航空機がニューヨークのビルに突っ込む寸前に UFO が目撃されていたっていう話もこれ画像もありましたよねだいぶ前の話ですけどもでこれちょっとこれに鑑,鑑みて思い出した話があって地球意識プロジェクトっていう学術調査があるんですけどもこれざっくり言っちゃうと大きな事件が人間の心理に与える影響を探るっていう法論ですねで自然災害とか航空 事故あるいはあのポジティブなパターンではメジャーリーグのワールドシリーズとか、まあ、ワールドカップとか世界中の人たちの意識が集まるイベントに乱数発生れあちこちにそれを機械を配置してポジティブであれネガティブであれ感情を数値化するっていうようなことがそういうテクノロジーがあってでまあ UFO が姿を現すのはこうしたシーンである可能性が高いんじゃないのなんてことは個人的に思っております。 はい。この辺りでリテラシーチェックを受け付け終了いたします。はい。どうでしょう。はい。そうですね。高橋さん、地震のあたりに消えたんですかうん。東日本大震災の時多くの UFO。これなんだよね。やっぱりそういうこと。そう。はい。いいポイント出ました。東日本大震災の時も数多くの UFO 映,映像が残っているということ。こういうことなんですよね。はい。それで見てみましょう。えー、それでお答えとしてはどうでしょうかそろそろ出ておりますでしょうか まとまりましたら映していただきたいと思いますけどもまあ大きいことっていうのはねなんかねまあううんっていうことですよねただねうん大きなことっていうのはおそらくそれはあると思うんでこれはえと新しいチェックの結果はどこに出るんですかまだ集計がまだということですかこれは。はいということでまあ捨ておりますけども何らかの理由があって出るっていうことだと思うんですよねそれはやはり。はい とというううことなので、えー、どうでどしょうか、うん、地震雲、まあ、レンズ雲とかねいろいろ地震坑っていうのもあって、まあ、地震坑開坑っていうのも随分言われることだからどうなんだろうってこともありますけれども。 何らかの意味っってあると思いますよねこれやっぱりただ出てくることはないと思うんですよね。でまあ何、えー、と源泉とかサイロとか原子力発電所なんていうところはやはりそれは場所として、えー、目的があって、まあ、それが、まあ、スピ系に解釈すれば核を使わないようにしてるとか人類をその核のやからや,やめようとしてるとかってことがあるんだけどもはい、えー、出ました。 信じたい45%本物40%お分からない9%偽物4%信じたい45%やっぱ多いなでも本物40%も結構これは結構ありますねはいだからやっぱりこれはうんうさ TV 的にはこれは本物より <laughs> 言い切る本物より本物よりね本物よりということでこの話題は締めさせてキュッと締めさせていただきたいと思います以上8位でございましたありがとうございます